列折りの反転。列折りとは、傷んだり、不要になったりした布を細く裂いたものを横糸として、浅糸などを縦糸として折り上げた織物や、それを用いて作った衣類のこと。地域により、咲織折り、咲っこり、つづれなどの呼び名がある。江戸時代中期、寒冷な気候のため、綿や絹などの繊維製品が貴重だった東北地方に、その端緒を見る。 当時は日常生活に用いる衣類や布団などの布を、主に、大浅の葉を裂いて細く繊維状にし、紙折りのようにして折り上げた。これらが、列折りの起源とされる。寒さに耐えるためこれらの麻布は重ねて、差し子にしたり、布団の中には干し草を詰めたりなどの工夫が見られた。17世紀になって北前船が入るようになると、近畿から、古手も綿が入るようになった。 木綿の肌触りの良さは多くの人を魅了したが古着れとは言えやすいものではなかったため貴重品として使い切る文化の中で列折り文化が発展したまずは歯切れを縫い合わせて着物にしたりこたつ布団にしたりして使い擦り切れるとそこにまた次を当てる布がくたびれてくると今度は縫い目をほどいて歯切れに戻しそれを裂いて長い紐にする 安い浅い糸を縦糸とし、横糸に、歯切れの紐を用いて、木を折ると出来上がるのが、競技の列折りである。さらに列折りが使い古されると、最後は裂いて、組紐に作り直し、しょいこなどに利用された。最後に、紐の端に火をつけるとゆっくり燃えるため、農作業中に煙を虫除けとして使い、灰は土に帰った。 このように最後まで布を捨てることなく活用し、次々に新たな用途へと蘇らせる文化を背景として、列織りは広く行われた。古手木綿には様々な色合いの葉布が混ざっており、その継ぎはぎで色の組み合わせを楽しんだり、ついで列織りを織るときには、横糸となる、はぎれの微妙に異なる、色合いの組み合わせを楽しむなどして、民芸品としての性格も帯びるようになる。 江戸時代後期には、北陸から近畿にかけても、列織りが作られるようになった。これらの土地では木綿なども、比較的手に入りやすく、また、染色技術も進んでおり、東北のそれよりも、より風合い、色合いともに優れた着物が多く作られている。明治時代以降の貿易の振興に伴って繊維は、手に入りやすくなり、列織りは折られることは減った。 その独特の風合いや芸術的側面に光を当て創作活動として列織りを見直す動きが生まれた素材は必ずしも古切れとは限らず布の染め方や咲き方などに多くの工夫を凝らして複雑なデザインに挑戦する芸術家も登場しつつあるありがとうございます